死刑だ3301とは、暗号解読者もしくは言語学者を一般から募るために、3回にわたって一連のパズルを投稿した組織に付けられたニックネームである。1回目のインターネット上でのパズルは2012年1月4日に、匿名画像掲示板の 4chan で始まり、約1ヶ月間続いた。2回目は1年後の2013年1月4日に、 再び4チャンで始まり、3回目は2014年1月4日に、ツイッターへの新たなヒントの投稿が確認された後に、始まった。表明された目的は、一連の解読されるべきパズルを提示することによって、高度な知的能力を持った人物を募ることであった。2015年1月4日には、新しいパズルは公開されなかったが、2016年1月4日に、 新しいヒントがツイッターに投稿された。2017年4月、誤った道に注意せよ。常に 7A35090 回から PGP 署名を検証せよという内容の検証された PGP 署名付きのメッセージが発見された。このメッセージは2017年4月以前のすべての署名のないパズルの正当性を明確に否定した。このパズルは データの機密保護、暗号理論、ステガノグラフィーに重点を置いている。死刑だ3301は、インターネット時代における最も複雑で、ミステリアスなパズルと呼ばれ、インターネットの最も不気味な未解決ミステリーのトップ5の一つに挙げられており、その役割については、様々な憶測が存在している。多くのものがこのパズルは、NSA、CIA、魅力。 サイバー傭兵グループの人材採用ツール、またはフリーメイソンの陰謀だと推測している。また、死刑だ3301は大体現実ゲームであるという意見もある。しかしながら、手柄のために名乗り出たり、収益化を試みた団体や個人は存在しない。表明されているパズルの目的は、高度な知的能力を持つ人物を募ることであるが、最終的な目的は不明のままである。 死刑だ3301は暗号理論、プライバシー、匿名性の向上を目標に掲げる秘密結社であるという意見もある。あるものは死刑だ3301はカルトや宗教団体であると主張している。2012年のパズルを解読した数名の発言によると3301は通常はパズルによらない募集方法を用いるが、 暗号理論とコンピュータセキュリティのスキルを持つ候補者を探していたため、セミのパズルを作成したとされる。正体不明の人物がパズル解読の全工程を完了したと申し立てたが、組織による検証がなされることはなく、申告した人物は情報提供に協力的でなくなった。最初の2012年のパズルはマーカスワーナーによって解読されたと言われている。彼によると、 パズルを解読した者は、情報公開、オンラインでのプライバシーと自由、検閲の排除への指示について質問された。この段階で満足のいく回答をした者は、プライベートフォーラムに招待され、グループの理念を進めるためのプロジェクトを考案し、完遂するよう指示を受けた。彼は、一般的な暗号解読法を用いたが仕事を終えることができず、そのウェブサイトは削除された。 2012年のパズルでポスターが貼られた場所指刑だ3301のヒントは、インターネット、電話、音楽、Linux の起動用 CD、デジタル画像、ポスター、ルーン文字で書かれた未出版の暗号本など、様々なコミュニケーション媒体に登場した。ライバープリムスというタイトルの本には、多数のページが含まれているが、解読されているのはそのうちのわずかである。暗号化。 エンコード、データイントクの多岐にわたるテクニックに加え、これらのヒントは、多種多様な本、詩、芸術作品、音楽にも及んでいる。それぞれのヒントは、新請性を裏付けるために、ニュープグで署名されている。チリのロスアンデス県当局は、死刑だ3301は、違法行為に関わる、ハッカー集団であると主張している。死刑だ3301は、 この主張に対し PGP 署名付きの声明を出し、違法行為への関与を否定した。2015年7月、自らを3301と称するグループが全米家族計画連盟をハッキングしたという声明を出したが、このグループと死刑三3301は無関係と思われる。後に死刑三3301は、このグループとは全く関係がなく、彼らが 私たちの名前、数字、シンボルを使用したことを許容しないという内容の PGP 署名付きの声明を出した。その後このハッカー集団は死刑だ3301とは無関係であることを正式に発表した。このグループが悪評を得て世間の注目を集めると死刑だ3301の一連のパズルは人々をオカルト主義に導くもの。 あるいはカルトへの勧誘だと主張する声が高まった。キリスト教派の家族研究委員会の上位、研究員であるティム・デイリーは死刑だ3301の教えを分析し、得体の知れない死刑だ3301は、ブラバツキー・クローリー風のオカルトのダークウェーブへと参加者を容赦なく引きずり込むようである。その魔力の中心には究極の意義があるように思えるが、 それは一人占いによる偽りの約束である。と述べた。また、死刑だ3301のパズルは、西洋秘境伝統や秘境学校における悟りの旅が現代的かつ技術的になったものであるという意見もある。2014年、アメリカ海軍は人材採用のために死刑だ3301を元にした暗号パズルを公開し、これを大王以下計画と呼んだ。 2014年9月30日に放送されたテレビドラマパーソン・オブ・インタレスト犯罪予知ユニットのオームガイというエピソードでは死刑が3301に非常によく似た世界規模の暗号パズルが登場するタイトルが示す通りセミのロゴの代わりにオームガイの画像が用いられるパーソン・オブ・インタレストのクリエイターであるジョナサン・ノーランとプロデューサーのグレッグ・プレイングマンは インタビューで、このエピソードの底にあるテーマには特に興味をかき立てられた。インターネットで、死刑だ3301を調べて、この非常に興味深いコンセプトを、私たちのドラマにつながるよう、さらに大規模なストーリーに仕立てた。と語っているように、このエピソードは、死刑だ3301にインスパイアされている。最終的に、ドラマの 第4シーズンの主要な敵として登場する悪意を持った人工知能であるサマリタンが工作員を採用する手段としてこのゲームを作ったことが暴かれる。死刑だ3301のヒントに伴った音楽が2つ存在している。しかし、これらの作品は既存の曲の一部ではなく、また作曲者や演奏者は不明である。特定のパターンの出現は、 音楽そのものがヒントである可能性と死刑だ3301が他に埋め込まれた情報と並行して音楽的暗号を設定しようと試みていることを示している。テクギック365は曲の構造を分析し特定のダイヤードが文字と数字に対応することで隠されたメッセージが明らかになることを発見した。ルセーロのリックステフ・トロイベリーは 彼らのサイドプロジェクトのアルバム、スパーフルイダティの中で、死刑だ3301にインスパイアされた曲を発表している。チャーリー・ファサーノが監督したそのミュージックビデオでは、死刑だ3301の本、ライバー・プリムスのアートワークが登場する。ありがとうございます。